どうも皆さん元気してますかいわくですかで今日はねちょっと相談いただいたんでそのことについて話していこうと思うんだけどまあメッセージ読むね。で周りの友達も私もみんなほんわりジャンキーなんですけど夏なのもあって最近ケミの頻度が上がってきているような気がします。 どんどんシラフの時間が減ってきてるような気がして少し焦ったりしつつも何とか課題をして大学に行くなど普通の生活もた保てています大学を頑張る理由は週末にみんなとバツ食べるためみたいなあまりよくないと分かりつつも大好きな友達とケミ食べるのが好きでずっとこのルーティーンですがやっぱりこれでいいのかなという不安は心のどこかにあります 岩わさんは若い頃からケミやってたりたくさん経験があると思うので10代のユースに向けてアドバイスとか何か今やっておいた方がいいよって思うことがあれば岩わさんの意見を聞かせてもらいたいですっていうのもらったからじゃあ今日はねこのことをちょっと話していこうと思うんだけどまずねその週末その罰貯めるために大学頑張るっていうふうに思ってんだったらまあいいとは思うね。けど シラフの時間がまあ減っちゃって学業に支障が出たらダメだね、うん、それは良くない、うん、それでまあ一回か回とか言いながらダラダラ言ってるとその何だろうな適当なやつになっちゃうからそこはしっかりやんないとダメだと思う、うん、しっかり大学に行ってんだから学業をやるっていうそうそうじゃないとまあお金ももったいないし、うん、そういうのを多分続けちゃってるとね その学業をやんなきゃいけないのにそのドラッグやっちゃってそういう支障出てるっていうのをやると仕事でもそうやる風になるかもしれないうんそうだからそれって癖になっちゃうしそう若い時期に、うん、そうなるとそうだねまあこじらせない人の方が多いんだけど、うんまあ、ちゃんとしといた方がいいうんでちゃんとするやつって、まあ、結構若い時期からそのするやつが多いかなうん そうだね、うん、だからあんまり19歳だからまだあるって思ってもし大学とか適当にやっちゃうと,と後々後,後悔するかもしれない、うん、修復するのが大変だからしっかり学業は課題をするとかテストを勉強をちゃんとやるっていうのは揺るがないって決めないとダメだね、うん、でそれをちゃんとやるために週末楽しいってあのために頑張るんだって思う分の罰だったら まあありななんじゃない、うん、でもそのうちね予想だけどねあんまり週末にた何回も頻度上がってるとまた初めみたいな楽しみはなくなってくるね、うん、やっぱ慣れちゃうからさ、うん、し今もうあまり良くないなみたいな思ってるわけじゃん。いいっぱいケミ食べるの好きなんだけど このままでいいのかなっていう不安があるっていうんだけど、それがまあ膨らんでくると思うんだよね。ってことは、もう帰る時期は近いのかなって思ってる。もう今の状態でそう思ってるってことはね、うん。で、それはいいことだとは思うね。やっぱ長続きがしないんだよね。うん。まあ数年じゃないもって。頻度をまあ多くやってて、楽しいっていうのをまあ維持できるのはね。やっぱ、 同じまあクラブで音楽好きだったらまあそうだねまあどうだろうだけど普通にみんなと喋ってやるっていうのをずっとやってたら、まあ、そのうちねなんかやっててもどうだろうって思うんじゃねえかなあとは思うけどな俺はうんだしやっぱねドラッグがすげえ楽しいって思う理由としてね若い頃にねその一番の 理由は若いからなんだよね <laughs> そう若いから何でも楽しいのよ、うん、そうだからドラッグをやってても楽しいし、まあ、ドラッグやる前とかさコンビニでたまって,って話しててもさ楽しかったよそれは若いからなんだよ、うん、<laughs> 若い時って何でも楽しく感じるようにできてる頭が、うん、ドーパミン出すのもあれだし何でも新鮮じゃんそうだから その新鮮さをどう保っていくかってことが大事だと思うね、うん、それはまあ自分でいろいろ考えてもいい,い,いし、うん、で俺がまあすごいおすすめしたいのはもう遊びの中毒になることなんだよね、うん、そうだケミで多分やってるとマンネリしてきたなって思ったらもう次はちょっとシラフで遊びをドラッグみたいにしようって俺みたいな今の感じだよね自然と音楽 とあとアートだよね、うん、もうそれがもう中毒みたいなもうなったとしたらもう勝ちだね10代とか、まあ、20代前半だから大学をの間に学業しっかりやるっていうのとあと遊びをめちゃめちゃ好きになるっていうのを目標にするのはいいと思う、うんうん、だから遊びがまあ大事だよもう本当にもに仕事を一生懸命やるっていうのもも,もちろん大事なのね、うん、ずっとその遊んでばっか行っても 多分仕事面において自信を持てないと、ちょ不安定っていうか、多分自尊心だよね。自分を肯定できる気持ちって低くなると思うんだよね。うん、だから、だけど、仕事ばっかやっててもつまん、あその仕事に本当に生きがいを持ってたらいいと思うんだけどね、うん。本当仕事、この仕事好きでやってるみたいな。意味があるんだって思えてんだったらいいんだけど、そういう人って少ないじゃん、大体。だから、その時に生活でね、新鮮さを与えてくれるっていうのは遊びなんだよね。どっか行くとか。 だからその予定だから今はさその週末ケミ食うのがもうその大学頑張る理由になってるのをケミじゃなくすんだよ、うん、だから俺とかはもういろいろゴールデンウィークだったら東北行くんだとかさで今度は夏石垣島行くのね、うん、で Facebook とかでいいイベントあったらあっ23週間後このイベントある行こうとかもうそれで全然元気になるんだよねあ、うん、やっべえみたいな全然その 予定が全くあるののととないのとだったらモチベーションも違う、うん、なんかほんと全然違う人生になるんだよね。で特に多分女の人の方がその予定あるかないかでその気持ちが上がるのって変わると思うんだよね。うん、だからそれをやるようにした方がいいと思うね。うん、しかも罰食はなくなったら金もまあ余るじゃん。うん、だから遊び行くじねその費用とかも。 まあ余裕できると思うから、まあ、それをおすすめなのと注意事項としては初めにはそんなに効果は得られないってこと、うん、遊びってねそのドラッグぐらいの激しい感動は初めは覚えれないってことだね、うん、で積み上げて積み上げてずっとやって10年後とかにめっちゃ「うわマジこれないと」ってぐらいにはなるかな。うん だからクラブとかは俺初めからうわ楽しいとか思ってきてとか思ってたけど自然とアートは全然違うからね、うん、これは本当自分で積み重ねてきてその好きになったってもんだねだ大学時代も友達と一緒にその東北だよね岩手とかのなんか湖とか見に行ったりとかしたんだけどへえぐらい <laughs> へえみたいなうんまあでその時とかまだそうなんか草も結構吸ってたしまた、あ とかもねやってた頃だったからそのドラッグやるとふ普段の,その遊び行った時に感じられるものも薄れてくるからそれも要注意だね、うん。で大学卒業して先輩がね結構あの外遊び行くの好きだったから長野行ったりとかで自分で北海道行ったりとかね友達と一緒にとかいろいろ繰り出してって。 あえー、いだけど徐々に徐々に上がってったわけ、うん、でずっとずっと続けて今とかだからゴールデンウィークの俺のそのいわくの休日見てもらえれば分かるんだけどあと福島の桜巡りとか見てもらえれば分かるんだけど超感動するようになってる <laughs> やっべえみたいな最高なんだけどここみたいなぐらいにはなってるうんそうだからもうそうなることを目指して 行、うん、ったほがいいまあ大学4年間でできるかわからないけどその人生の目標でねそ,のそれをそこに置いていくのはすごいいいと思うよ、うん、もう遊び尽くすんだ一生ってだって俺はその次ヨーロッパに行こうとかも思ってるわけ、うん、ねそのストリートアートとあと美術館とクラブだよねのでヨーロッパ行こうと思ってるしその後はアメリカだよねシカゴとかもハウスがすごい いいんだよね、うん、であとロサンゼルスもグラフィティとかもすごい多いんだよ、うん、だからそこも行きたいって思ってるしであとは南アフリカだよねのハウスの,その現場とかも絶対行きたいって思ってるであと中国も行きたいって思ってるうんだからもうであとはあれね日本で言うと日本全国の世界遺産だったり麗なところは絶対制覇するって思う、うん そうだからそういうのをなんかもう目標に生きてったら楽しいと楽しいよ、うん、それを制覇するんだ俺はみたいな、うん、そうで、まあ、さっきも言ったみたいにその仕事とかを一生懸命やってそこに自信がないと多分そう遊んでても虚しさが分かってくるんだよ、うん、だからその仕事面を そう一生懸命やる、うん、で遊びを楽しむために仕事を一生懸命やるって思ったぐらいそうそれの両方がないとそうだねバランスは崩すと思うな、うん、仕事だけでもつまんねえし遊びだけでも虚しくなるからそれでむなしくなってくるとモチベーションも湧かなくなって遊んでても「あなんか俺いいのかなこれで」ってこんな状況になると思うこれでいいのかなみたいになっちゃうからそのダブルだよね、うん、ダブルでやるとすごいいいかなって思うね、うん うん、だからなんかね一般的な常識でさ、まあ、大学卒業して就職して、ね、若いうちだけ遊んで30とかはなんかね役職とかついてでなんだろうその会社で、まあ、ボーナスとかをもらいながらまあ普通にねその生活していくとか働いていくみたいな正社員でっていうのが一般的な常識ではあると思うんだけどもうそれにとらわれない方がいいと思うよ。うん 別にそれをやって幸せだな人だったらいいと思うけど大体楽しんではなくないみんな、うん、給料もらってまあ俺より収入は高いよほとんどの人がそうやって長く勤めてたらねボーナスとかもあるしだけど俺より楽しんでるやつ少ないと思うな <laughs> そうだし俺よりいろんなところ出かけてるやつ少ないと思うなって思ううん そうだよ俺金もらってないよでも、うん、その人たちよりも収入が少ないけど俺はその人たちよりいろんなところ行ってる、うん、そうねだから全然その正社員になんなくてもそうやって遊びには行けるのよだから家庭とか持っちゃうと別だよだからその我慢しなきゃいけないものはあるよもちろん俺車も持たないようにしてるしねうんそうで仕事とかも選べないしね、うん、そのいろんなところに住んでくんだったらね、うん、だけど 全然その正社員になんなくても楽しくは生きれるしそうやって俺正社員になんないからこそ楽しめてるっていうのあるよねいろんなところ進めてるしでかやめれるじゃん簡単にあ金貯まったらやめようそれでヨーロッパ行こうみたいなもうそっちが主軸になってるからねうんそれでまああと頑張ってるものもあるからさ、うん、これでやるんだみたいなだからそのさっき言った2つ遊びと仕事を一緒にやるっていうのプラス希望 を持てるかかどうか自分の将来にねがあるともうがっちりいくその三本柱だよねだから俺はその情熱的なものでお仕事をしたいっていうのはずっと前から抽象的にあってそれに対して動いてきたんだよねあと時間とそのある場所を自由に生活したいそれでお金をもらいになったら自由にどこでも行けるじゃんでそれを,をしたいんだよね、うん、でそのためにずっと努力してるんでね <laughs> で まだできてなくてもう37歳けど俺はそれに目指してずっとやってるんだよね、うん、で絶対にそれにたどり着くんだ俺はもう決めてるしもう14年間やってきて諦めないっていう自分に対する信頼感もあるからね、うん、だからもう希望を持ててるわけで、うん、その希望があるかはねでかいかもしれない俺はそういつか理想の生き方ができるってもっともっと楽しくなるって、うん、だって時間と場所が自由になって金もらうようになったら 俺も行きまくるぞいろんなとこ本当に世界全国日本のじゃあもっと楽しくなるようやばいよああって思うともう興奮してくるんのよそうねドラッグぐらい強いのじゃないけどもうやべえみたいな生きるモチベーションになってくるんだよね、うん、でもそのためには人が何だろう遊び行ったり飲み行ったりとかねしてるね寝てたりとかっていう時間も努力しなきゃいけないんだそう ネッットフリックス見てる時間とかもね、うん、そうで土曜日曜とかは <coughs> もうその時間に全部費やすほぼねで月曜日ね起きてクソ疲れるわけよそうこっからね5日間また仕事だってで月曜日もちゃんとその仕事以外もやんなきゃってなるじゃんでその気持ちが暗くなるんだよねやっぱ朝起きた時とか超疲れてるからねそう京都の時に、ね、特に今とかはそうでもないけど でうわーって思うんんだだけどその希望にイをイメージするんだでも俺はこうやってやってるから将来その自分のもっと楽しい人生をつかめるんだって思うと気持ちが晴れてくるわけ、うん、それでもし楽をしたかったとしたらこの希望がなくなるんだって思うと怖くてできない、うん、だから希望を持てるかが大事よ で本当に希望を実現させるような毎日がないとその希望なんて消えるからねうん、嘘はつけないそこに対してうんだからその三本柱をちゃんと意識することじゃない、うん、だから常識にとらわれずね正社員になって働いてまあお金もらって生活すればいいやじゃなくて、うん、もう花からもう,遊びもう死ぬほど一生遊ぼうっていうの。うん、で 自分の自尊心を保つために仕事を一生懸命頑張ろう自分の自信を持つためにでなおかつその希望ではないよりいい人生にするにはどうするかっていうのを考えた方がいいで遊びをねめっちゃやって仕事もすげえ気合い入れてたらどんどん欲が出てくると思うよやっぱり俺好きなことでなんか金稼げるようにはしたいなって思ってくると思うよ10年とかずっと続けてたらで10年間仕事一生懸命やってたら俺にはできるって自信もついてるからそう そう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 するとその希望だよね、まあ。を自然に持つようになると思う。もっと理想的な風に生きようっていう風にね。そうすると、まあ、楽しいっていうか、まあ、重要だよね。まあ、生きがい持って生きれると思うよ。俺は今現状そうだしそう。だからそういうなんだろうな大学の時にもうそのルートを作るのはいいと思うよ。 でも難しいぜ、うん、そうやって言うけど好きなものだってその俺だってその音楽以外の好きなものは時間かけてやっと見つけれたしで答えなんか誰も教えてくれないからもうひたすらトライアンドエラーっていうかねやってみて全然ダメだったらどうなんだろうとか今度これやろうとかそうでその希望を実現するためには脳みそも鍛えなきゃいけないからね、うん、その継続力とか以外にもねだったら自然に勉強も始めたりとかねああそう。<laughs> そうだから、うん、だからき,きついってことを覚悟しないといけないよねその楽しいかっていうのは10日交換だから、うん、だから10代の頃のそのユースに向けてのアドバイスはその遊び遊ぶっていうことを、まあ、目標にした方がいいまず1個で仕事は金もらうためじゃなくてその自尊心だよねそう自分に自信持てるためにやるもんだって思う。でプラスもう一個は 楽しいい理想のの人生ってなんだっててだうのでそれをちゃんとしっかり思い描くだから希望だよねでそれを実現するために動いてるかだから希望が持てるからねだからその希望とあとは遊びとあと仕事っていう三本柱だよねうんそれをしっかり考えた方がいい考えるっていうかそれを基本っていうかまあ 頭に置いいいて、まあ、生活するといいと思うね、うんまあ、難しいからできないよとか思うんだけどそれをみんな乗り越えてそう楽しい人生を送ってるから,、うん、からもう10代のうちにもうそういう難しいその問題に対して向き合っていけばそ20代後半とかだよねみんなが悩むんだよ20代後半の方がね30手前とかでもその時にはあ俺はもう10年やってるぞやみたいなだからもう俺は次の。 あもう行くんだっていうふうにな,な,な慣れてると思うからさ、うん、そうそうだから早いうちに難しいとか悩んおいた方がいいよ、うん、それであと本当に頑張ったらその分だけ、まあ、帰ってくるものが多いからそのさっき言った3本柱ちょっとね意識しながらちょっと大学生活いいものにしていってください <laughs> それまた次回お会いしましょうせろ